アンティキティラ等の機械、アンティキティラ等の機械、アンティキティラ等の機械、メカニスムストンはアンティーキサイアーンは、発掘、沈没船からサルベージされた古代ギリシア時代に作られた歯車式機械で、復元されたその機構から天体運行を計算するために作られたものと推定されている。この機械は1901年にから回収された。ただし、その複雑さや重要性は、 何十年もの間気づかれることがなかった。紀元前150から100年に制作されたと考えられており、同様な複雑さを持った技術工芸品はその千年後まで現れることはなかった。フランスの海洋学者ジャックイコールイブクストーは1978年に最後に沈没船を訪れている。しかし、アンティキティラ島の機械の残りの部分を発見するには至らなかった。 アンティキティラ等の機械に関する最新の研究を指導しているカーディフ大学のマイケル・エドマンド教授はこの装置はこの種のものとしては抜きんでている。デザインは美しく天文学から見ても非常に正確にできている。機械の作りにはただ驚嘆させられるばかりだ。これを作ったものは恐ろしく丁寧な仕事をした。歴史的にまた希少価値から見て私はこの機械は モナリザよりも価値があると言わねばならないとしている。実物は、アテネ国立考古学博物館の青銅期時代、区画にデレクデソーラ・プライスによる復元品と共に展示されている。その他の復元品は、米国モンタナ州ボーズマンのアメリカ計算機博物館、マンハッタン子供博物館に収められている。アンティキキラ等の機械は、最古の複雑な科学計算機と考えられている。 機械の作りが完璧なため、発見されていない試作品や類似の機械の存在が予想される。多くの歯車が組み合わさっており、最古のアナログコンピュータと呼ぶ人もいる。ギリシャの天文学者らにより進められた天文学と数学の理論に基づいて、紀元前150から100年に作られたと推定される。一つの仮説として、古代ストア哲学者ポセイドニオスによりロドス島に、 設立され、当時の天文学と数学の中心として知られていたアカデミーでこの会は制作されたと考えられており、月の運行の計算技術に天文学者ヒッパルコスの理論が用いられているため、ポセイドニオスかヒッパルコスが制作に関わっていると見られている。この機械が沈没船に乗せられた経緯は不明である。研究者たちは沈没した船は当時この機械を ユリウス・カイサールによる凱旋式を称えるため、この島から略奪されたその他の財宝と共にローマ、運ぶ途中だったのではないかと考えている。また、2008年6月30日発行のネイチャーで発表されたアンティキティラ島の機械研究プロジェクトの最新の報告では、機械の概念は古代コーリントスの植民地に起源を辿ることができるとし、アルキメデスとの関係も示唆されている。 学者たちの共通見解としてはこの機械自身はギリシャで作られたと考えられてをべての使用説明は濃いねえで書かれている。縮小化と部品の複雑さには特筆すべきものがあり、18世紀の時計と比較しても遜色ないほどである。30以上の歯車を持つマイケル・ライトの主張によれば72個、口実。歯車の歯は正三角形である。クランク。 現在は失われているを回転させると気候が太陽、月やその他の天体の位置を計算する。機械の目的が地上にいる観測者を基準とした、天球上での天体の位置算であるため、必然的に天動説モデルを採用している。装置には主な表示板が3つあり、1つは前面に、2つは背面にある。前面の表示板には2つの同心円上のメモリが、 刻まれている。外側のリングは、ソティス周期に基づく365日のエジプト式カレンダーまは、ソティス年を表示する。内側のメモリには、ギリシャの王道中に星座の記号が刻まれていて、角度により区切られている。この歴代やルを4年に1回1日分戻すことにより実際の一対応年、約365.2422日との誤差を補正することができる。 注目すべきは、最古のウルード氏を含んだ暦であるユリウス歴の成立は、この機械が作られた100年後の紀元前に46年だということである。しかも紀元後世紀前半までウルード氏は誤って運用されていた。全面の表示板は少なくとも3つの針を持ち、一つは日付、残りは太陽と月の位置を示していた。月の表示針を動かして月軌道の間近点角が、 求められる。太陽についても同様の機能があると想像されるが、該当する歯車は発見されておらず定かではない。前面の表示板には第二の機能として球体模型を使った月小表示機能がある。機械に刻まれた文字には火星と水星に関する記述があり、製作者には確かにそれらの惑星の位置を示す歯車を盛り込める十分な技術があったように思われる。 この機械は当時のギリシャ人が知り得た5惑星すべての位置を表せたとも推測されている。そのような機能に該当する歯車は一つだけしか発見されておらず、その他の歯車の用途は未解明である。前面の表示板には近代的なギリシャの生活歴の前身であるが含まれており特定の星の出没を記すために使われた。機械に刻まれた。 対象表を見ることで割り当てられたギリシャ文字から天体知ることができたと考えられている。背面上部の表示板のメモリは螺旋状に配置されており、235作棒月を19太陽年とするメトン周期を表現するために一周47メモリとなっている。メトン周期は暦を修正するために重要である。背面下部の表示板のメモリも螺旋状に 配置されており225のメモリでサロス周期を表し、さらに付随した表示版で54年三サ,サロス周期を表現する。サロス周期はカルデア人により発見され日食や月食が起こる日を予測するのに用いられる周期である。1サロス周期は6585.3212日、約18年10日8時間である。英国、ギリシャ、 米国からの専門家からなるアンティキティラの機械研究プロジェクトは2008年7月に76年のカリポス周期を表すと考えられている聖堂の表示板上にオリンピアの文字を発した。これは古代イギリシャのオリンピックの開催日を示すと考えられている。BBC ニュースは以下のように伝えた。その表示板の四区画には年を表す数字と二つの パンヘレニック競技祭典の名が刻まれていた。パンヘレニック競技祭典とは、冠祭典である四大競技祭典、イストミア、ネメア、オリンピア、ピューディアと、不定期に開催されたなぁ、ドドナで、開催と、もう一方は、名称不明の二つの祭典からなる古代イギリシャの、全国的な競技祭典のことである。設計者は、天体の位置を計算するために、 天体運行の理論まで知っている必要はなかった。バビロンの天体計算式が紀元前260年までには考案されギリシャに受け継がれていたのである。当時国少数の太陽と月とその他の天体の運行の基礎が理解できる教育された知識人と教養のない庶民との間には科学と文化において大きな隔たりがあった。キケロ、プリニウス、プラトン、 小セネカ、プトレマイオス、アリストテレスなどによる多くの古代資料によると庶民は日食、月食を超自然現象とみなしており恐れていたとされる。無、強要なものはたやすくそれら日食などを混乱や教授の前触れと考えた。プライスはこの機械が博物館やロドストの公開堂で一般に向け展示されていた可能性があるとしている。ロドストは 機械工学、特に、ロドストーミンの専門技術であるオートマタ、機械人形の展示でられていた。古代イギリシャの旧歌唱詩人の一人ピンダロスは著作、オリンピック助長史』の第七巻において、ロドストーについて、次のように言及している。だが、この説に対しては、以下のような反論がある。以下の理由からこの機械は、公開術の用途を目的としていなかったと思われる。 この機械は、メトン周期に追従し、日食を予測し、古代オリンピック競技会の日取りを計算できた、という、新たな発見が2008年7月30日学術誌、ネイチャーに掲載された。機械に刻まれた文は、ケルキラ島がある、ギリシャ北西部のイリュリアとイピロスの暦の月の名称とよく合っている。キケロによる、紀元前一世紀頃の哲学対話集。 国家論には太陽、月、その他当時知られていた五つの惑星の動きを予測する二つの装置についての記述があり、これらは現在ではある、種のプラネタリウムもしくは太陽系儀を指していると考えられている。これらの機械はアルキメデスにより作られ、紀元前212年のシラクサの包囲における彼の死後、ローマの将軍マルクス・クラウディウス・マルケルスの手でローマに運ばれた。 マルケルスはアルキメデスに敬意を表し、二つの機械の片方を唯一の戦利品として持ち帰った、もう一方はバース神殿に供された。機械はマルケルス家の家宝とされ、キケロはフィラス、スキピオア・アエミリアノスの別荘で、紀元前129年にあったとキケロが想像した会話の参加者にガイウス・スピルキス・ガルズ、マルケルスの老いと共に、紀元前166年に、 執政官を務め、日食と月食についての書物を記した最初のローマ人としてガイウスプリニウスセクンデスに称された人物が機械に、つい、覚えた説明を語り、機械を動かしてみせた、と言わせている。よって、少なくとも一つ以上のアルキメデスの機械がおよそ、紀元前150年の時点まで機能していた。そしてその機械は、おそらくかなりアンティキティラ等の機械と似ていた。 ガルスの興味と国家論の記述が天文学上の出来事、特に日食に関連しているという事実から考えて、パップスをアルキメデスはその組み立てを失われた著書オン、スフィアーメイキングに記したとしている。アレキサンドリア図書館から現代に伝わる文献には、アルキメデスの多くの創作物、そのうちのいくつかは単純な下書きについての記述がある。 そのうちの一つはオドメーターで、これは後にローマ人がマイルストーンを設置する際に使用されたものと同じ、モデルである、ウィトルウィウス、アレクサンドリアのヘロン、皇帝、コンモデスの時代に記述されている。下書きに描かれた装置の数々は機能するように見えたが、実機の製作には成功していない。頭中の歯車の歯は四角だったが、それをアンティキティラ等の機械タイプの 角度のついた歯に変えると機械は完璧に作動した。これはアルキメデスが創作しアレクサンドリアの図書館の消失の際失われた書物に記されていた一つの例であるのか、彼の発見に基づいて作られた機械なのか、あるいはアルキメデスは全く関係していないのかは、議論の余地がある。もし、キケロの説明が正しければ、この技術は、 紀元前3世紀には存在していたことになる。アルキメデスの装置は、また4世紀から5世紀にかけて、ラクタンティウス、エウクレイデスの言論に対する評論が、後期ローマ時代の作家たちに言及されている。キケロはまた、最近友人のポセイドニオスがもう一つ同様の装置を作った、と以下のように述べている。回転、するたびに、太陽と月と五つの動く星防 惑星の動きを毎日点に昼と夜をもたらすのとほぼ同じように作り出した。これらの装置のうちの一つがナンパ船から発見されたアンティキティラ等の機械であるとは考えにくい。なぜならアルキメデスによって作られ、キケロが言及した二つの機械は共に船がナンパしたと推定される時点よりも少なくとも30年以後にローマに存在していたからであり。 三番目に挙げた機械は、船が難破した当時は、ポセイドニオスの支柱にあったことはまず間違い。結局、知られている限り少なくとも四つの同様な装置が存在していた。アンティキティラ等の機械を復元した現代の科学者たちは、この機械が一度作られただけのものにしては、作りが宣伝され似ていると考えている。キケロの記述にあるようにアンティキティラ等の機械は、 唯一の存在ではないかもしれない。その仮説は、古代イギリシャの複雑な機械装置の伝統は、後にイスラム世界に伝えられ、中世に工学者と天文学者によって、同様の複雑な機械装置が作られた、というアイデアを支持する。旧世紀初期にカリフの指示により記された、バヌー・ムーサーの、キーターブ・アルヒール、成功な装置には、100を超える。 機械装置に関する記述がある。それらの装置のうちいくつかの起源は、創院に保存されていた古代ギリシャ語の書物にまで遡る。同様に複雑な天文装置が11世紀以降、アルビールーニーとその他のイスラム天文学者によって作られている。アンティキキラ等の機械は、歯車が使われた世界最古の機械の一つである。その発見以来、 科学史と技術史の研究者たちを魅了し困惑させ続けてきた。デレク・ジェデソーラ・プライスとキャロルンポス・カレコローズ、アラン・ジョージ・ブログリーとフランク・パーシバル、マイケル・ライト、バーナード・ガードナー、マイケル・ライト、アンティキティラ等の機械研究プロジェクトとギリシャの数学者ディオ・ニシオ・スキラリスなどの人々やグループがアンティキティラ等の機械の知識と理解の向上に貢献してき、 何十年にも及ぶ機械の戦場の後、英国の科学者が1951年に、系統的調査に取り掛かった。プライスは、時計以前の時計仕掛けまた、時計の起源についていくつかの論文を発表した後、1959年6月、アンティキティラ等の機械についての最初の著名な論文となった、古代イギリシャのコンピュータを発表した。この論文は、科学雑誌、 サイエンティフィック・アメリカンの関東論文として掲載された。アーサー・シー・クラークの TV 番組、アーサー・シー・クラーク・エス・ミステリアス・ワールドの第3章の最後によると、彼の勧めによって掲載されたとされる。この論文中でプライスは、アンティキティラ等の機械は、構成と惑星の動きを計算するための装置でり、知られる限り最古のアナログコンピュータであるとの説を展開した。 その時点までは、この機械は何らかの天文に関する装置、おそらくは天体観測に用いられたアストロラーベだったと認識れていたが、機能についてはほとんど知られていなかった。1971年、当時エール大学発の科学士のアバロン教授となっていたプライスは、ギリシャの国立研究センター、ディーモクリートス、デモクトスの原子核物理学の教授であった。 キャロルンポス・カレコローズと協力することになった。カレコローズはガンマ線と X 線の両方で、アンティキティラ等の機械を撮影し、内部構造について、重要な知見を得た。1974年プライスは、論文、ギリシャからの歯車、アンティキティラの機械紀元前80年頃の、カレンダーコンピュータの中で、どのようにこの機械が動作し得るかというモデルを提示した。 プライスのモデルは装置の復元への最初の論理的な試みとなった。彼のモデルでは、前面の表示板は、太陽と月が王道中に星座を通過していく1年間の経過をエジプト歴に対して表す。また、背面上部の表示板は4年の周期を表示し、不随の表示板は235作望月からなるメトン周期、すなわち約19太陽年を示す。さらに、 背面下部の表示板は1作望月の周期を示し、二次的な表示板は12作望月からなる体因年を表す。プライスの提言の中で特筆すべきことは、アンティキティラ等の機械は、角速度を加減できる作動歯車を装備し、月の動きの効果から太陽の動きの効果を差し引いて、月の満ち欠けを計算することができた、とする点である。 オーストラリアのコンピュータ科学者、アラン・ジョージ・ブロムリー、シドニー大学と、シドニーの時計職人、フランク・パーシバルにより、プライスの復元品の独創的な改良型が作られた。ブロムリーは、マイケル・ライトと協力して新たな、より精度の高い X 線画像を撮影し続けた。そのうちのいくつかは1993年ブロムリーの、学生バーナード・ガードナーにより研究された。 ロンドンのサイエンスミュージアムで元機械工学の学芸員を務め、現在はインペリアルカレッジロンドンに在籍のマイケル・ライトはオリジナルの断片について全く新たな調査研究をブロリーと共に行った。彼らは定年後コンサルタントをしていた放射線学者アラン・パートリッチの提案を受けて線形 X 線断層映像法と呼ばれる技術を用いた。 ライトはこの線形断層撮影のための装置を設計、制作して、部分的二次元 X 線画像の撮影を可能にした。この調査の初期の結果は1997年に発表され、プライスの復元には根本的な不備があることを示した。新たな画像のさらなる研究により、ライトはいくつかの仮説を展開した。第一に、プライスがギリシャからの歯車で提唱した。この機械は、 プラネタリウムとして使われたというアイデア発展させた。ライトのプラネタリウムは単に太陽と月だけでなく、内惑星、水星、金星、外惑星、火星、木星、土星の運行も表した。ライトは太陽と月はヒッパルコスの理論に基づいて動き、五つの惑星はアポロニウスの唱えた単純な終点演説に従って動いたと提唱した。実証としてライトは アンティキティラ等の機械に見られるレベルの技術を用いてプラネタリウムの実用模型を作った。ライトはまた歯車の数をプライスの U27 から31に変更した。そのうちの一つは月小表示の一部と目されていた部分 C に属するものであった。この装置は銀メッキされた球体により月の満ち欠けを示したが、これは太陽と月の年周期の作動回転により、 実現されてた、とライトは提唱した。これは、同種の気候の登場を、これまで知られていたよりも1500年早めることになる。さらに正確な歯車の波数が得られ、新たな歯車の理論展開を可能にした。このさらに正確な情報により、ライトは、プライスの背面上部の表示板は5回転で235、削望月からなるメトン周期を表す。 という鋭い仮説を確認するに至った。加えてライトは背面の二つの主表示板は螺旋図形を表していたという画期的なアイデアを提唱した。背面上部の表示板は1回転が47、目盛りを持った5回転の螺旋であり、235、昨棒月のメトン周期、約19太陽年を視覚的に表していた。 その補助表示板は1周期19年の周期を4回を数え上げ、76年周期のカリボス周期を示すという断片的な文字列を発見した。より不明瞭な観察結果に基づいてではあるが、背面下部の表示板は光点月を数え、おそらく日食の予測に用いられたと結論付けた。以上の発見はすべてライトの復元模型に取り入れられ、 すべての機能を一つの機体に作り込めることが可能なだけでなく動作することも証明した。線形断層映像法によりかなり改善された画像を得たにもかかわらず、ライトは基地の歯車のすべてを一つの完結した機械として組み合わせることができなかった。そのことから彼はいくつかの機能は取り除かれたり付加されたりして改造されたという結論に至った。 数々の研究成果を挙げて、最終的にライトは、プライスの唱えた、作動装置の存在仮説を言い出した。マイケルライトの研究は、アンティキティラ等の機械研究プロジェクトと、並行して行われている。アンティキキラ等の機械研究プロジェクトの最新の、結果である、月の角速度以上を見事に再現する、歯車に付随するピンと溝の機能を盛り込むために、最近ライトは、 彼のモデルをわずかに改良した。2007年3月6日、ライトは、アテネの国立ヘルニック研究基金に、彼の復元模型を提供した。この機械の研究は現在、アンティキティラ等の機械研究プロジェクトにより、進められている。このプロジェクトは、カーディフ大学、アテネ大学、アテネ国立考古学博物館、AX テック、及び米ヒューレットパッカードが、 リバーハルム財団からの資金とギリシャナショナル銀行の支援による共同プログラムである。海底から引き上げられたオリジナルは壊れやすく博物館から移動することはできないのでヒューレット・パッカードの研究チームと X テックは測定装置をギリシャまで輸送しなければならなかった。ヒューレット・パッカードは PTM ドームと呼ばれる三次元表面撮影装置を測定のために 機械の周囲に組み上げた。X-TEC は12トン、450KV のコンピュータ制御微小焦点断層撮影装置をこの研究のために特別開発した。2005年10月21日にアテネにおいてアンティキラ等の機械の新たな部品が発見されたとの発表があった。現在82個の断片が存在する。新たな部品のほとんどは整地され。 保存処理を待っている状態である。2006年5月30日、撮影システムにより、さらなるギリシャ文字の解読が進んだことが発表された。判読可能な文字は、約1000文字から2610文字に増えた。これは現在までに発見された文字の、約95%に相当する。研究チームの発見は、アンティキティラ等の機械の機能と目的に関する疑問に、対し、 新たな光を投げかけるものとなった。研究は継続中である。最初の結果は2006年11月30日と12月1日のアテネでの国際学会で発表された。2006年11月30日が9日、雑誌ネイチャーはアンティキティラ等の機械研究プロジェクトによる新たな復元模型の完成を報じた。この復元は上述した。 公文解能 X 線断層撮影に基づいたものである。この研究により判読可能な文字数は倍増し、以前の解釈は修正され、新たな解読がなされた。それにより機械は紀元前100年頃のものであるとされた。機械に刻まれた文には、天文学、機械学、地理学の項目に分かれたマニュアルが含まれていることが明白となった。文中のヒスパニア、 はこの呼び名でのイベリア、スペインに対する最古引用文である。新たな発見により、この機械が天体の位置を予測するためのアナログ天文計算機、もしくは太陽経義であることが裏付けられた。調査の結果から、この機械は37個の歯車を持ち、30個が原存、太陽と月の位置を予測するために用いられた、と推測された。惑星の静止する点、 とめに言及している文章があることから、研究者らは、惑星運動も表していたかもしれないと考えている。前面には、太陽と王道十二星座のための目盛りがあり、太陽と月の位置、月小、そしておそらく惑星の運行を示す針があった。背面には、二つの中心を持ち半円で構成されている二つの表示板があり、さらに二つの重要な天文学上の周期の状態を、 示していた。その一つは太陽、月、地球が同じ相対的位置関係になる18年周期、もう一つはより正確なサンサロス周期、54年と1日、日食の予測に必須である。また別のメモリがあり、メトン周期、19年、235作望月とより、正確な七7 6年の940作望月の周期であるカリポス周期を示していた。 わずかにずれた軸と溝に入ったピントで連結された二つの歯車を含む画期的な歯車群により月の位置と月小が示される。引っ張るコスの理論と各速度に関するケプラの第二法則の良好な近似したがって月の移動速度は変化し近地点近くでは速く遠地点は遅くなるケプラの法則の項を参照。2008年7月31日 ネーチャーに機械に関する、さらなる詳細を報告する論文が掲載された。この論文において、他の様々な発見とともに、この機械には、また、4分割され、1区画が1年で、全体として4年周期を示す表示板がある事実が、提示された。この表示板は、それぞれの年に開催される、2年もしくは4年周期の、古代オリンピックのような競技祭典をしていると、 考えられている。月の名称が読み取れ、それらはコリントスの植民地、また結果的にコリントスと直接的な証拠があまり残っていないシラクサと以前より推定されているで使われたものであった。研究者たちはこの装置はシラクサ人によりデザインされ、アルキメデスの功績に由来しているのかもしれないと示唆している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。